緊急で動画を回しております山崎恭介君、今回の件は本当にまずい。私はそう思います。というのはですね、先日行われたボディービル大会、ジュラシックカップ、まあ、そこの最強のカテゴリー、グランドクラスにおいて、最下位になったら、ジュラシックカップを出禁にしてほしいと、ご自身でおっしゃって、実際に最下位となり、出禁となりました。 で、これをネタにするデキン T シャツを作ったと、完成したという通報をですね、X の心あるユーザーさんが、えー、私にしてくれました。マッスルパトロール、ご苦労様です。でね、えー、この方は、まあ、今回のことはね、もう緊急動画を作らないでほしいと最初おっしゃってました。で、私もそう思ったんですよね。緊急動画を作ることで、まあ、これがなんかネタになってね、うやむやになって流れてしまうと思ったんです。 まあ、しかし、その方もおっしゃってましたけど、多くの方が緊急動画を望んでいると思いますので、ぜひ作ってほしいとおっしゃっていましたし、私自身もね、ドイツからの緊急動画で、まあ、ネタでね、えー、京介、デキン T シャツ発注かけてないだろうなということを言ったので、まあ、これは、えー、私の発言が不利になっていた可能性があると、まあ、そう認識させてしまった可能性があると思い、この動画を撮ってます。で、えー、少しね、 えー、見ている方に解説すると、まず、超トップ選手が出るクラスなんです、グランドクラス。日本選手権の、えー、本当にトップクラスが出るクラスで、そういう方と並ぶ機会っていうのはね、ほとんどのボディービルダーがないんですよ。でも、並ぶとね、実際に並んで比較することができて、どこを改善すればいいか分かる。で、バックステージの振る舞いとか、体を見ることができる。これがね、本当に大きな財産になって。 ボディービルダーとしての成長を加速させるんですねで。多くの方が望んでも出れないクラスなんですよ。でそこを山崎くんは視聴者投票で勝ち取った。実際にボディービルダーの実力としては出るレベルではないと私は思います。でも、ジュラシックカップとのこれまでの関わりの中で、多くの方から支持を得て、1票をいただいて、多くのボディービルダーを差し置いて出たんです。ということはね、もう全身全霊をかけて、 計画的に情熱を持って仕上げ切る。そして、ステージに臨まなければ失礼であると私は思って、京介君に葉っぱをかけ続けてきました。どれだけ計画的に情熱を持って戦っても、勝てるクラスではないことは私は、えー、分かってます。でも、ちゃんとやることで多くの方は納得してくれると。まあ、これがボディービル競技の特性でもあると私は思ってます。中途半端な仕上がりは、指示を得られないどころかマイナスなんですよね。で、 えー、京亮君もね、去年あ、今年か、今年からジムの経営が始まって、そしてご自身の体にも、まあ、医学的な問題があるということを述べていますが、出ると決めた以上は、そういったものは、何の言い訳にもならない。ステージに上がったときに、見ている方が納得できるかどうか、これだけなんですよ。そのためには、計画的に情熱を持って過ごして、仕上げきる、絞りきる、これしかないんですよ。 でこれができてなかったんで、葉っぱをかけ続けて、最後スイッチが入って、なんとか最後の1ヶ月で10キロ絞って、まあ、全く100点ではないけれども、着地したわけですよね。で、これでも賛否両論あったと。頑張ったじゃないかという声と、全然甘いという声があって、その通りだなと私は思ってました。で、まあ、深く関わったものとして、山崎君の大会直後の心境を、 すぐ見ている方に伝えたいと思ってね私も大会直後にミュンヘンの空港からラウンジからねオンライン対談をして緊急で動画を流しましたよそしたら京介は、えー、悔しい涙を流していてしっかりと反省点をね次に生かすんだということで、えー、多くの方がね見てくれて感動したというコメントをくだ、えー、さいましたその状況の中でこれですよ それをネタにするデキン T シャツ。呆れられますよ。でね、昨年はね、127番お下がりくださいというね、奇跡が起こったんですよ。もうね、辻元先生に感謝しないといけない。奇跡が起こりましたよ。うん、それをネタにしたデキン T シャツ。これはね、全然 OK だし、ジュラシックカップ側としても面白かったと思います。美味しかったと思います。で、今回のはネタにしちゃいけない。あのグランドクラスの戦いというのはね、多くの方が、 出たたたかったしし多くの方が感動したんですよこれをね、こういう形でネタにするっていうのは、全く指示が得られないどころか、呆れられるどころか、もう、アンチにみんな回ってしまうと私は思うんですよね。まあ、こういうね、一つの行動で、えー、その方の、えー、なんていうのかな、見え方とか、えー、評価っていうのは大きく変わってしまうと思うんですよ。まあ、山崎くんまだ若いですから、 えー、まさか自分がそんなに注目されているっていうことに実際には気がつけていないかもしれないし今回の大会がどれほど重いものかっていうのをまだ実は分かってないのかもしれないと私は思ったんですねなのでまあこれを機にね学ばないといけないと思いますでえー、まあ人がねどんな方法で売り上げを上げて利益を得るかそのお金をどう使うかっていうことに対してコメントするのはねもう完全に無粋だと思うんですよ で言われていい気分になる人はいないし、第三者もこの動画を見ていていい気分にならないと思うんですけれども、ここまで関わったものとして、そしてデキン T シャツを言及したものとしてね、最初に言及したものとして、えー、これは言わなければならないと思ってます。で、ジュラシックカップはね、えー、クラウドファウンディングで、えー、資金調達をして進めている大会でもあります。で、私もね、少学ながら、えー、お支払いさせていただいております。 まあそういうね、クラウドファウンディングにおいて恩返しをするとか、まあ、あるいは大会運営に何か、えー、自分ができることをしてサポートするとか、まあ、そういった形でね、サポートしないと、これは納得してもらえないんじゃないかなと私は思うんですよね。で、できん T シャツをね、着て喜んでくれる方はいいと思いますけれども、これが出ることによって、あの動画を見て感動した我々は何だったんだと。 思ってしまう方の方が多いんじゃないかなというふうに思うんですよ。まあ、ということでね、もうこれを、えー、発売しているのなら、まあ、売り上げは上がっているでしょうから、まあ、これをどう使うかっていうところが、えー、問われるのではないかなと私は、えー、思います。で、まあ、もちろん生活もあるでしょうしね、えー、先ほども言った通り、お金の使い方にコメントするというのは、無粋ではあると思いますけれども、まあ、いろんな方法が今ありますからね。 えー、なんとかね、ここから先の振る舞いで、多くの方の、えー、感動をね、台無しにしないようにしてもらいたいなというふうに思います。だってね、あの山崎君との対談の動画ね、本当に何の台本もなしに、まあ、私いつも台本ないですけど、これ本当にぶっつけ本番でもうね、乗り換えあ、乗り換えじゃない、飛行機の街の20分ぐらいしかないから、ここでやろうって言って、で、まあ、無理やりね、えー、ねじ込んだんですよ。で、まあ、あのラウンジでやってたからね、見てる人もいたと思いますよ。 で日本人もいましたしね。で、そういう環境で無理やり撮った動画がね、ものすごい反響をいただいたんですよ。もう石破総理へのコメントとか、戦争の動画とかね、私の祖母の動画とか、私がね、誠心誠意お話ししたいと思った動画よりも、はるかに多くの人が見てくれて、はるかに多くの人が感動してくれたんですよ。もうそれだけね、影響を与えたのに、この顛末はまずいと思ったんですよね。 まあ、ということでね、まあ、今回真面目な動画になりましたけれども、まあ、私としてはね、山崎京介君、えーまあ、若いんで、これからね、えー、どういう振る舞いをするかということで、えー、また皆さんから、えー、支持を得られると思ってますし、まあ、失敗したら終わりという世の中ではない。まあ、失敗かどうか分からないですけど、私としては今回振る舞い良くなかったというふうに思ってますけれども、この後、どう振る舞うかで、えー、どう振る舞うかがとても大事なんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、それと同時にね、 山崎恭介君やミキティアの緊急動画、えー、と同じように、石破総理へのコメントの動画とかね、戦争の動画もぜひ皆さんに見ていただきたいと思っております。まあ、ということで、えー、今回はですね、緊急動画として山崎恭介君の、えー、デキン T シャツについて、えー、私なりにお話しさせていただきました。ご視聴いただきありがとうございました。 私が創業したジムガレージではトレーニングマシン販売、ピラティスマシン販売、そしてジム出店トータルサポートをしております。詳しくは QR コードを見てトレーニングいってらっしゃい。私の長年の研究の結晶であるこのバズーカホエイペプチド。研究開発を重ねてさらに進化いたしました。すべての味で天然甘味料100%になりました。そしてこの柄の長いスプーンで取りやすいようにしました。スポーツサプリメントでは初のあるグラスフェット低分子ホエイペプチド。 そして金合成のスイッチを押すロイシーなど筋肉にいいものしか入っておりませんさらにアンチドーピング認証ももちろんクリアしております最強かつ安心安全なこのサプリメントでホモ・サピエンスからボディービルダーへと進化してくださいそして携帯できる最強 PFC パー6パックプロテインバーそこに完全栄養食も加わりましたさらにはマシン書籍など筋肉にいいことを皆さんにご提供させていただいておりますぜひチェックしてみてください